世になります。私も考えました。今日は一番いい衣装を着てまいりました。知らないでしょ。知らないところに金をかけてるんです。これはね、ほら刺繍、見る人はわかるんですよね。これ刺繍だ、すごい手間暇かかってるんだろうな。だいたいね、裏の生地から何から10年がかりでこの作ってくれたりなんかするの。いや、これね、山形県のね、佐賀井店さくらんぼのところに、野口さんという私のこれがいるんですよ。私のこれって言ってももう86でございますよ。これを作って一生懸命やってくれるから、向こうの方が元気なのよ。あ、しんちゃんにこれ着せてやろうと。もしかしたら NHK で来てくれるかな。俺も来て歌ってるんだ、これで。だからそういう気持ちがあるから、一生懸命作るから向こうの方は元気なの。最近私の方はだんだんくたびれてまいりました。あー、腰が痛いな、足が痛いなとかでいろんなこと言っておりますけれども、死者もそうね、いい歌ですね、この歌ね。普通は東京から発信するんですね。あ、ふるさといいな、親父おふくろ元気かっていうのが全然違う、この歌は。釧路にいる、神さんに先立たれた、しょぼくれた親父が、東京に行ってるせがれ夫婦に、おい、東京暮らしになりたか、何やともあれ大事にしろよ神さんを、ってくる最後。自分がほら早めに神さん亡くして、男やおめが長いもんだから、何にもしてやれなかったんだろうな神さんに、そういう思いがこの歌に一番に出てる。